僕らの宇宙教室の宮川博史です。まず最初に挨拶をしましょう。ハロー、オーラ、スラマットシアン、ナマスティ、エトセトラこんにちは。今回はですね、午後、今でも午後8時頃になるとですね、西の空に豪華絢爛な星の、冬の星座がですね輝いていますけども、この、冬の星座のですね大三角を覚えましょうということなんです。冬の大三角の紹介をしますと、まず、最初にですね、誰でも知ってます、分かりやすいオリオン座を探してください。その左下にですね、夜空で一番明るく輝く、大犬座のシリウスがあります。その左上にですね、子犬座のプロキオン、それからその右側に行きますとですね、オリオン座のベテルギウスがあります。以上3個の一等星ですので、すぐに分かります。冬の大三角の名前を覚える方法には2通りあります。1つ目はですね、最初は、名前をそのまま全部覚えてしまう方法ですね。それでは覚えましょう。 Here we go。 シリウス、プロキオン、ベテルギウス。はい、もう一度、 One more time。シリウス、プロキオン、ベテルギウス。はい、もう少し早く、 Hurry up。 シリウス、プロキオン、ベテルギウス。 OK、 Good job、 Thank you。 続いて2つ目の覚え方です。それぞれの頭文字を取って冬の大三角シプベと覚える方法です。ウィンタートライアングル、シプベですね。はい、では覚えましょう。 Here we go、 シプベ。もう一度、 One more time、 シプベ。はい、もう少し早く、 Hurry up、シプベ。OK、Good job、 Thank you。